田山学校創設者、田山敏夫田山敏夫は、神奈川県横浜市出身の経営コンサルタント。1940年神奈川県横浜市生まれ。1945年戦時中疎開のため、岩手県我が軍へ。その後、1959年岩手県立、黒沢尻工業高校を卒業後、59年臨時校として、東芝株式会社に入社。 1962年から2年間、東芝株式会社において、どこを年をの秘書を務める。どこを年を、市と仰ぎビジネスやマネージメントを学ぶ。1964年、東芝株式会社大社。その後、商売の勉強のために株式会社豊か、紹介へ転職。1967年、エンサイクロペディアブリタニカ、横浜市社入社。 百科辞典の訪問セールスを行い、横浜支社支店長に就任。グループとして32週連続世界一の記録を受立。田山塾を設立し、全国より集まる営業マンにノウハウを教える。その経験をもと百9 8 8年株式、会社 I&M 設立、代表取締役就任。2003年特定非営利活動法人田山。 実践カレッジを設立し、理事就任。新興国カンボジアプノンペンにて、学びたくても学べない、働きたくても働けない、若者を対象に、無料で学べるビジネススクールを設立。2009年一般財団法人、田山財団代表理事就任。2013年7月31日、心不全のため死去。73歳坊打つ。 株式会社 I&M の愛は、イマジネーション、M は、モチベーションを表しており、田山学校の研修プログラムの柱に据えられている。田山自身の波乱万丈な人生経験からどんな人でも能力が備わっており、その能力を開発することが、自分自身の使命であると潜在意識の開発と、現実処理能力の向上、問題解決するための方法論を伝達。 一般財団法人、田山学校の教育プログラムに参加した研修生からは、気づきの研修、心の研修、生き様の研修の田山学校と称され、47年間、修了企業3000社、修了生7万人、毎月1回3泊4日にて、基本研修を開催している。ありがとうございます。